ホームの養成駅名表南宮崎駅は宮崎県宮崎市東大与度2丁目にある九州旅客鉄道の駅である事務官工度は94万505宮崎県の鉄道交通の要所となる駅である日報本線を所属線とし当駅を起点とする日南線を加えた2路線が乗り入れている日南線の下り列車の大半と上り列車の一部は 日方本線宮崎駅発着で運行され、一往復のみはさらに佐渡原駅まで乗り入れる。このほか、日南宣伝基地駅を起点とする宮崎空港線の全列車が当駅まで乗り入れる。宮崎空港線の列車は大半が延岡駅、大分駅方面に直通している。全列車が停車し、特急、日輪、日向のうち朝、 夜間の列車は当駅発着で運行される。島式ホームに面4線と車両留置用、側線7本を有する地上駅で、鉄筋コンクリート2階建ての橋上駅舎を有する。1階は食堂、トイレ、2階が改札口となっており、ホームとは個線橋とエレベーターで連絡する、宮崎総合鉄道事業部の傘下で駅長配置駅である。 ただし JR 九州本体社員が行うのは輸送業務に限り営業上は JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている1973年製の軽電気連動装置を使用し PRC 未導入のため構内の振動変更はすべて手動で行われていたが2017年10月1日に電子連動装置へ 更新、2018年2月4日 PRC が導入された。同時に2017年10月より接近放送が導入された。校内、PRC 開以本社職員の配置は閉された。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。守護課は、緑の窓口や自動券売機で購入できる。 タッチパネル式の IC カード対応自動券売機が設置されており、守護化ポイントのチャージや IC カードでの特急券の購入などが行える。また、改札内にも IC カードチャージ機が設置されている。主要駅かつみやこの城鹿児島中央方面の霧島と延岡、大分方面の日輪などの特急同士の乗り換え駅でもあるが、改札内、ホームに売店はない。 宮古の城方面は1.2番線に、神田を宮崎空港方面は主に3.24番線、稀に2番線に発着する。延岡方面はいずれの番線からも発着する。駅構内には宮崎車両センターがあり、当駅の車両留置用側線を用いて、鉄道車両の大白、整備や列車の蘇生などを行っている。 2014年2月には駅舎の改装とバリアフリー化が完了した1.2番線ホームと比較して幅が狭くなっていた3.4番線のホームが拡幅され踊り場にあったトイレは1階へ移動2階部分の改札口と1階のホームなどを結ぶエレベーターが新設された2018年度の1日平均乗車人員は1891人である宮崎県内では 宮崎駅に次いで2番目に多い。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、大淀川の南側に位置し、周辺は宮崎市の中心市街地の南端部にあたる。駅前には宮崎交通の南宮崎駅前バス停があるが、2013年9月現在、ここを終着とする便は多数設定されているものの、ここから発車するのは平日で1日1本。 土曜で1日日本のみである。その他、博多駅畜子口へのサンマリンライナーとミトシティライナーの共同バス停が設けられている。駅から300メートルほど離れた場所にある宮古シティにバスターミナルが設けられており、そこから宮崎市内、宮崎県内外各地への路線バス、高速バスが多数運行されている。旧高シと宮崎空港を結ぶバスは、並行する列車より便数が、 はるかに多い、九州旅客鉄道日報本線普通宮崎駅、南宮崎駅加納駅日南線快速、日南マリリン号普通宮崎駅、南宮崎駅田吉駅宮崎空港線、普通宮崎駅南宮崎駅田吉駅。ありがとうございます。